皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林一馬と申します。本日はですね、5月19日の夜の8時過ぎなんですけれども、ビットコインがですね凄まじく下がっておりまして、今まさに市場はですね大暴落という状況になっております。今後ですね、これがどのようになっていくのか、私の方がですね本日考察の方をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、本日の、コンテンツの方を始めていきたいと思います。ビットコインがですね、めちゃめちゃ、大暴落をしております。多分ね、最近ビットコインとか仮想通貨が儲かるというふうに聞いて、やってみようって何も考えずに始めた人たちとはね、今非常に大損失をしたりとかですね、もしそれがレバレッジ取引とかをしていてロング買いから入っていきなり落ちていったりとかするとね、非常に悲惨な状況になっている人も多いと思います。なんですけど、じゃあ今どれくらい下がっているのかってね、お話をちょっとしますけれども、価格がですね、この最高高値からですね、直近でだいたい 41% 下がっているんですね。はい、でこれ、まあ、すごい下げだと思うんですけども、私の中で、まあ、どれくらいの下げっていうのがね、大体あるのか。で、例えばね、コロナの時ってね、2月の6日からこれ 62% 下がってるんですね。ただ、今これはね、まだ下降トレンドだったんですけど、今この上昇トレンドの時に、どれくらいの過去にですね、下げがあったかっていうのを、ね、見ると、ここね、例えばここからここのヒゲまで 37% なんですね。ここもこの直近から1回バーッと落ちた時に 40% してるんですよ。で、例えばもうこの時ですよね、この時もうわーってみんな多分なってたと思うんですよ。 40% も下落したわけですから、多分今日みたいな今な感じになってると思います。うわーもう終わりだみたいな。ただ短期も中期も長期もこう上昇トレンドになってまして、上昇トレンドにおいて、まあ、40% ぐらいの調整っていうのはね、今回が初めてじゃないんですね。なんで、まあ、これも 30% 以上とかのね、一時的な下げっていうのはあります。今でもね 30% からね 40% の下げっていうのはありました。で、今年に関してはマックスでもね、だいたい 31% ぐらい、まあ、その直近の4月ぐらいからですね、いろいろ下がりましたけど、これもねそんなに大きい幅ではなかったと思います。はい、私はね、別に今回の下げがですね、めちゃめちゃ怖いかっていうと、今年一番大きい下げです。今のところ 41% ぐらい下がってるので、下がってはいるんですけども、まだそんなに心配するほどのことではないと思ってます。じゃあただ今ここでね、今これ日足を見てるんですけども、100日線を今このね大きく突き抜けちゃってるわけでしょ。これはねやっぱり非常によろしくないですよね。で、まあ今これね、もともとはこの三尊ですね、三尊っていうのはこれです。これがね今決まった状況になっておりまして、ネックラインからこのターゲットまで今達してますから、今ちょうどね今ターゲットぐらいまでこの落ちてきた感じですね。ここら辺で一回止まってくれるんじゃないかなというふうに思っております。もうここがね、今、ターゲットに止まってきてます。はい。何も知らないとね、もう焦っちゃうんですけども、今んところまあ、ここら辺で止まってくれるのかなと思ってます。ただ、あまりよろしくないところがですね、この25日線がもう、この100日線とデッドクロスしちゃってます。はい。でもう50日線ともデッドクロスされてます。なので、今ね、短期、中期で見たときっていうのは、完全に下目線に転換し始めてます。ただこれが100日線なんですけど、これがね本当にこういう風に、短期がね200日線をデッドクロスしてしまったら、正式に上昇トレンドの一旦終わりにより、長い100日間の平均でも下を向き始めていくことなので、まあ一旦相場の転換かなというふうに思ってます。例えばこの辺とかもそうですよね。ここの時点、ここで2017年にここで落ちて、今ちょっとこんな感じですよね。今ここら辺の感じです。今ここら辺で今こういう感じになってますよね。はい。で、ここからさらにまた価格が下がり始めていくと、今度は200日線とデッドクロスをするわけです。そうすると、やっぱりこう短期になっていくわけです。なので、やっぱりこう、これ2017の時にもそうですけど、今ちょうどこういうところになっちゃってるわけですよ。でも100日線とはくっついてないけども、100日線とどこかでこう交わります。そうすると、これ正式に短期が長期を上からデッドクロスしたってことなので、相場的には短期線が長期線200日線の下に行ってしまうわけですから、しばらく下降トレンドの方に変更となります。はい。それを考えるとですね、今ビットコインもあまりよろしくない状況になってるんですけども、ただ、昨年の9月やからもう上げに上げまくってるわけですよ。だからそれ自体がね、かなり異常だったと僕には思ってますので、これくらいからもうずっと今上がっていってます。
フィボナッチリプレイスメントのこの 0.5 のところで今これ反発をちょっとしてくれるかなというふうに考えします。でこういう感じでね、フィボの節目でこうね止まってるんで、このフィボナッチリプレイスメントのもいろいろ見られてます。一旦このターゲットの 36,660 ドルまで今達しておりまして、ここで反発してくれればいいなというふうに一つ思ってます。これがもし抜けてしまうとね、さらに3万ドルぐらいまでこうまた下がる可能性もあるかもしれないですけども、まあビットコインねちょっと上げすぎてたので、私の中ではこれくらいの調整があったのは非常にいいと思ってます。で一つね、私がもう一つ見てるのはね、これになります。これ後でリンクに貼ってきますけども、クリプトフェアグリーンインデックスですね。恐怖と貪欲のインデックスっていうものなんですけども、今これ見ると、ビットコインのフェア&グリーンインデックスっていうのはですね、エクストリームフェア、極めて恐怖に満ちているという状況ですね。で、昨年の5月っていうのはグリードだったんですよ。74% でもう皆さん強気相場だったんです。ビットコインいけるでしょ、もっともっと上でしょみたいな感じの気持ちだったところが、今はこのエクストリームフェアでうわーもう終わりだみたいな感じになっちゃってるわけですよ。なのでこういう時こそ買いのチャンスとねあるんですね。はい、このインデックスで非常に僕も見てるんですけどね、エクストリームフェア can be a sign that investors are too worriedThat could be a buying opportunity. Extreme fear っていうのは極めて恐怖に満ちている今この状況っていうのは投資家が非常に心配しているサインだということなんですね。まあ、そういった時っていうのは買いのチャンスだというふうに言ってるんですね。はい。今ベアっていうのは上からガーッと叩くですね。ベアっていうのはね、クマさんですね。でそれを下からこのブルって言ってね、まあシカゴブルとかのブルですね。ブルが下から角でガーンって買いで押し上げてくる。このブルがそろそろ入ってくる。のがこのね、エクストリームフェアになった時っていうことですね。逆にね、トゥーグリーディーね、もうグリーディーの時っていうのはそこからみんなが上げ上げだから買いだって言うと今度はいきなりショートで空売りとかされちゃうわけですよ。なのでこのエクストリームフェアになってくると買いサイン、まあ、グリードとかエクストラグリーディーになってくると今度は売りサインっていうのがね、よくあるんですね。でまあ今ちょうどね、こう見ておりますとちょうどね、今かなり下の水準まで来てますね、今23とかまでなんて来てるんで、逆にねこれは結構相場としては買いになってくるというところになってきます。はい、例えば過去のね1月21っていうのは相場どうだったかと言いますと、1月にこの辺だったんですよ。この辺にねみんながオーマイガーってエクストリームフェアになってそこからグワーって上がってるでしょ。で次が例えばこの辺かな、2月の28日に、ね、40まで下がってるわけですよ。2月の28って言ったら多分この辺もうわーっと2月28みんながうわーってやってここからまた上がってます。そんな感じで考えるともう一回見ると、4月の25でしょ、4月20も多分この辺なんですよ。この辺もうわーもう下がっちゃったってなっているところでまた上がりました。で今またこれ最後ここにさらにまた落ちてるわけですよ。そうするとここから一気にブワーって買いが入る予想が極めて高いと思います。なのでここから買いがブワーって入っていく可能性があります。なのでまあ私も実は今日ねゲームってまた入れたんですけども、まあ、ここの辺からですねまたブワーって上がっていく可能性っていうのはあります。まあ一つ言えるのはね、上がり続ける相場もなく逆に下がり続ける相場もないというところをね、やっぱり一つ覚えておいてほしいと思います。ただ現状はまだいいんですけども、これが先ほど言ったようにこういうふうに短期が長期をデッドグロスするようになってくれば、中長期では下目線にトレンド転換ということになりますので、現状まだ上げなんですけども、ここからねビットコインの動きというのは非常に注意深く観察していく必要があると思ってます。はい、なので相場に絶対もないですし、上げ続ける相場でもないです。ここから変化だから下げにもう一回転じるかもしれません。ただ私の相場のやり方というのはですね、ビジネスで稼いで投資で入れていくというのをやっていきますので、下がればまた安く買うということを考えておりますので、それをドルコスト平均でやっていきます。私は仮想通貨使用というのは、ね、中長期でも上に上がっていくというふうに考えておりますので、下がればまた安く買い増しをするという手段でやっていきます。はい、なのでそこはね、私はね短期トレーダーではないので、皆さんとちょっと考察とかですね立ち回りっていうのは変わっていくかもしれないですけども、私の方はですねビジネスでがっつり稼いで投資はとにかく積み重ねをしていくという戦略でやっておりますので、その辺はですねご理解いただければなというふうに思います。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったと思っていればぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですねぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また稼ぐノウハウについて日々メルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.